お腹も気になるし、太ももも気になるし、でも食べたいし、という人へ、寝たままウエストマイナス5センチチャレンジ。毎日じゃなくて、できる日だけで大丈夫です。まずは上向きに寝ます。自転車こぎです。まあ、これいつもと同じじゃんって思うと思うんですけど、手を前に伸ばしましょう。この状態でちょっと頭浮かせて行います。かなりきつくなります。前ももじゃなくて股関節付け根、下っ腹使って手を上げて、腹筋に力入れたまま自転車こぎしましょう。これ全力で頑張りましょう。大きく、なるべく高い位置で円を描く。手を前に伸ばしたまま、きつかったら手を下ろしましょう。ただ前ももは使わないように、股関節付け根と下っ腹です。次は両足を上げます。このまま大きく円を描きます。足をキャッチ、円を描いて足をタッチ、大きく外に開いて膝と膝つける、大きく外開いて膝と膝つける。これを30秒頑張りましょう。同じく手をお尻の下に入れても OK です。このウエストマイナス5センチチャレンジなんですけど、期限自分で決めましょう。僕は2月末までにウエストマイナス5センチやります。もう皆さんは無理ない範囲で、僕のおすすめは3ヶ月ぐらいです。基本的に人の体が変わって思い込むのに最低でもそれぐらいかかるって言われているので、週2回ぐらいのペースで3ヶ月ぐらいかけてやるのが一番無理ないんじゃないかなと思います。綺麗です。ちょっと休憩しましょう。次は両足を上げた状態、この状態で左右に振ります。で、できる限りこっちの肩が床から浮かないようにしましょう。このまま左右に振る。膝は多少曲がってもいいです。ぐっと左右に振ることで脇腹使います。なるべく浮かないようにしましょう。これを30秒間頑張りましょう。手は床ついても OK です。なるべく足伸ばしてこのままやりましょう。結構きついですけどね。途中でサボるのは全然 OK です。僕ももう10回ぐらいサボりました。よし、 OK です。よし、ちょっと休憩しましょう。次はコの字で腹筋していきます。こうやってコの字作ります。このまま起き上がる。で、この時足床につけないようにしましょう。ゆっくり戻る。頑張れないって人は今までもお伝えしているこのズボラ腹筋で OK です。これも十分効果的です。これは反応をつけて行いましょう。逆にこれだと簡単すぎるけど、この字はできないって人は手を使わずにズボラ腹筋しましょう。これもね、結構きついです。ちょっと休憩したら最後お腹のストレッチ行っていきます。左足を右足にかけます。で、この状態で左に倒します。右のお腹、脇腹が伸びると思います。右手を高く万歳しましょう。脇の下、胸、脇腹、お腹、この辺りが伸びます。伸びないよって人はこう足をちゃんと床につけることと、右手をなるべく上に向かって斜め後ろですかね、こうこっちの床につけるようなイメージでぐーっと伸ばすと伸びてくると思います。コメント欄に僕の目標設定書いておくので、皆さんもぜひ目標設定ウエストマイナス5センチを、何日間何ヶ月であるか書いてみてください。最後反対やって終わりにします。右足を左にかけます。で、そのまま右に倒す。ここが伸びます。左手は万歳、この手が床につくようなイメージでなるべく遠くに向かってぐーっと伸ばしましょう。こっちの足も床につくようにしましょう。ここ
かなり伸びると思います。またリクエストとかあと悩み相談とか何でも YouTube のコメント欄でしたら受け付けます。あと誰かすいません、かなり個人的な募集なんですけど、昨日も撮影なくて僕何もしなかったので、僕のケツを叩いてくれる人を募集します。 OK です。お疲れ様です。今日もお疲れ様でした。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。2月限定無料メルマ登録でプレゼント。